秋田で映画です。お願いします。ということで、はい、秋田で映画大賞、はい、はい、これもね、去年のうちにやっとかなくちゃいけないやつなんですけど、はい、トップ10をね、はい、発表した後になるわけなんですが、じゃあ助演男優女優でいきますか。そうですね、はい、じゃあ助演男優賞何でしょうか。助演男優賞はですね、はい、アンビュランスのジェイク・ジレンホール。おお、待って、ジェイク・ジレンホールって女優なの、主演じゃないの。いや、主演が、はい、黒人の名前がちょっと出てこないですけども、はい、そう、1位なのに、はい、でももう主役を食って、いや俺ジェイク・ジレンホールは主役だ。ダブル主演って、ダブル主演ですけど、いいのかもしれないですね。でも主役と呼ばれてる人がいて、それの横にまあいたんで、はいはい、でもバディみたいな感じ。フィルマークス見たら、ジェイク・ギレンホールが一応トップに。ちょっと違うネーム、ネームバリュー的な感じかな。じゃあ本当に彼の、うん、もう楽しそうでしたね。俺今悪役やってるんだぜって感じ。なんか結構なんか、え、悪役なんですか。悪役なんです。あ、そうなんだ。悪いやつなんです。いや、悪いやつっていうか、序盤はいい人風なんですけど、だんだん結局、まあ、主人公と対立して。ジェイク・ギレンホールって結構作品選んでそうなイメージあってるけど、だからやっぱこういう映画の方がすげえ楽しそうだなっていうのがありますね。本当に楽しくてやってるし、もうしょうがないみたいな。そういうのって伝わってきますよね。あ、エイドリアン・ブロディがプレゼター出るみたいな感じ。結局お前今度好きなんや。そういうこと。ああ、そうですか。助演、やっぱそれを、はい、じゃあ私の助演男優賞、はい、斜めに言ってすいません、はい、ソー・ラブ&サンダーのストームブレイカーです。ああ、わかる。わかる。もうね、このストームブレイカー芸がね、ストーンブレイカーって女じゃないですかね、男なんですかね。あ、もう分からないけど、すいません、分かんない、女だからなんか男かななんて思ったんですけど、語らずしてあそこまで表情豊かな、そうですよね、武器あったみたいな。だって出てくるだけで笑いが起きる。カットインしてきたりですよ。なんかね、嫉妬ね、でも最後はもう彼がというか、ストーンブレイカーを持っていくわけじゃ全部ね、ガーッとこ出してね、言葉も表情もなのに、なんであんな感じが伝わってくるんですか。そうなんですよ。確かにあれは助演男優賞。確かにですね。もう最高ですね。ストーンブレイカー。確かにそうですね。そうですね。助演男優賞。おめでとうございます。明日で映画的助演男優賞、ストーンブレイカーさん、おめでとうございます。助演女優賞かな。はい、じゃあ、これ僕が言っていいですか。はい。ちょっと思い出しただけの、ヨウちゃん役、伊藤沙莉さんです。ああ、はい、主演じゃない。まあまあ、主演はね、男性の方だ。ああ、解釈です、僕は。はい、伊藤沙莉さんが、助演女優賞と。コメディエンヌ的なところもあるし、もちろんシリアスになると入り込む、吸引力もありますし、声にもその特徴があるし。結構、唯一無二な感じですよね。うん、最初から最後まで本当に魅力的でしたね。はい。こちらはですね、いっぱいあってちょっと選べなかったんですけれども、コーダのマーリー・マトリンですね。ああ、コーダ。お母さん、お母さん役。喋れ、言葉が忘れられない、うん。手話だけであんな表現できるんだなっていうのが。やっぱり人間年取ってもずっとエロくいたいなっていうのも。エロでも良かった。そう、めちゃめちゃエロかった。うん、コーダですか？うん、マーリー・マトリンさんかな。うん、そう、本家でね、助演女優賞を取ってないもんね。うん、なんか我々で賞、ね、を差し上げるんじゃないかな。で、差し上げに行くことはできませんか。助演女優賞はマーリー・マトリンさん。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで。じゃあ最初、悪役賞。悪役いきますか。悪役、ね、悪役賞。これはですね、ザ・バットマン、リドラーです。これは元彼の話差し方ですね。エドワード・ナッシュとのことリドラーですよね。もうポール・ダノ、ダノは僕ダノって言う。本当にジョーカーというね、DC だと魅力的なヴィランがね、いるんですけど、ジョーカーというのはちょっと結構雲の上のヴィランな感じがして、リドラーというのは非常になんか近いなというか、考えてることとか、なんか承認欲求とかですね、人の、ね、人のこう欲とか、でも自分が表に出ることに関しては、ね、もう恐怖というか、なんて言ったらこう、ちょっと引け目があるというか、何かにならないとなんかできないみたいな、強いものを叩く勇気というか、良くないことはしてるんですけどね、もちろん。そういったこの思い切りの良さですね。そう、わかる。
ってます、ね、何千人ほどはいなくてもやっぱりああやってこうね行動に移してくれる500人とか嬉しいなっていう、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、仲間たちが、ね、ポストリドラーがたくさんいるっていう恐怖感も、あったなっていう感じがします、うん、ポールダノはほらまあ、アメリカではねもう上映されてますけども、フェイブルマンズ、あのスピルバーグの幼少期の、ね、東方でやりますね、そのお父さん役をまたやってる、スピルバーグのお父さん役、そうそうそう、やってるからパパ役やってる、そこもちょっと楽しみ、リドラーはでもあのバットマンフォーエバーのジム・ケリーになってるイメージが強くて、どういう感じでリドラー新しいのやるのかなと思ったらね、全く違う、だって陽キャと陰キャみたいな全然違う、まあ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 ジム・キャリーリドラーも最初は陽、ね、陰キャっぽく感じたけど、ね、そこの爆発力がねあんまなかったですけども、彼はあのままなっていった陰のままいった感じがね、いやでもほら面会のシーンで爆発したから、ああ、ね、そうそうそう、友達良かったです、ね、見つけちゃった、あのモービウスのマット・スミス、ああ俺もそこも考えた本当に考えた、どの悪役かって考えた時にやっぱりあんなにこうなんていうか屈した状態から、うん、まあそうそうそうなりますよ、いやあんなあのパワー手に入れたら、やっぱあのこうそうそうそう踊るシーンが出ちゃう、あの共感性周知をねもう振りまいたね、俺アスパイダーマン3の彼を思い出した、あの確かにな、いや俺あの踊りねちょっと思い出したぞ、中学校の時にマイリトルラバー聴きながらあんなことしたマイラバー聴いてちょっと一人ね一人ねもちろんちょっとやったかもしれない、そんな過去がある人は絶対刺さるし、ああ見てられたの、我々3人に見てられた、マット・セミスとそのポールなのはきっと我々の中にいるんだろうなっていう、誰かな、これはもうじゃあ同時受賞ということで、おめでとうございます、俺ら陰キャなんじゃねえか一番思い入れが深いと思います、優秀子役賞、優秀子役賞、はい、これもうこの人しかいないんじゃないかと思いますけど、はい、ベルファストのね、はい、バディですね、ジュード・ヒルさん、あよかった、もう最高です、本当に、ね、キラキラした瞳、いやあの瞳すごかったですね、すごいんですよあの瞳で、おじいちゃんにギュッて抱きしめるさ、もう迫ってくる感じね、うんうん、感情が本当に迫ってくる素敵な演技だったと思います、ジュード・ヒルさん、ゴーストバスターズのマッケンナ・グレイスちゃんですね、あこれは単純に可愛いってだけで選ばれてしまいました、いやいや素敵でした、素敵でした、おじいちゃんとおじいちゃんとのその本当に魔法みたいな、あとちょっと俺的には、うん、それがいる森のユージ君も出てほしいなっていう、ユージ君、ユージ君って何なんですか、あの最初のあの太った、いや俺それ俺もそのユージ君っていうのはすごいあったんですけど、うん、名前と忘れちゃって、情報何調べても出てこないんですよ、あれそれ森のミステリー、はい、全然出てこない、子役の多分子役の方の、はい、その芸名っていうんですか、はい、役名じゃなくて、うん、でも分かんないじゃないですか、その情報マジなくて、あユージ君って名前だったと思って、そう彼 の、うん、あの本当の名前は分かんないけど、うん、ユージ君、そう俺はその本当の名前を見てるんだけど、もうユージ君が分かんないから選べなかったです、ユージ君はユージ君よかった、マジでよかった、あのこう、うん、サッカーが負けりゃ大丈夫だよ、こんな格好じゃ平泳ぎの上行けるからさみたいな言ってくれる感じとかね、まあ、これまでのねあの様式でいくと、うん、ああいうちょっとこうガタイ良さげなやつで最初に、うん、来るやつって、はい、ちょっといじめっ子とかちょっと嫌なやつ、だって最初こういきなりこう人とか、そうそうそう、だからそういう雰囲気感あったじゃん、ジャイアン系なのかなと思うけど、それで裏切るから、うん、いいなっていうね、最優秀子役賞はどうしましょう、はい、これはね、じゃあバディでいいですか、はい、まあ確かにバディ賞も良かったな、うん、バディ賞が素晴らしかったです、はい、ジュード・ヒルさんおめでとうございます、おめでとうございます、さあ、じゃあ続いてベストガイいくか、あじゃあベストガイ賞いきますか、最優秀ベストガイ賞、ノープの、はい、エンジェルトレスです、あの電気屋さんの、あ電気屋のワンちゃん、ブランドンブランドンペレアさん、ブランドンペレアさん、本当にだって店員ですよ、だって店員なのにあっこまでしてくれます、いや俺マジで最初ただのもむき屋だと思ったらお前マジでずっといるやんみたいな、いいやつなんですよ、この田舎のあんちゃん感がすごい、確かに最初の方がちょっと嫌なやつなのかなと思いきやまさかのね、うん、そうなんですよ、あの魚のこの魚くんですね、魚おじさん、あ漁業おじさん、漁業おじさんですね、何すごいかな、自分の中では、まあ、個人賞ですから、そう自分の中では、うん、あのミーボールあそこまで行かなかった
っていうところがある、影響を与えたという、自分の中ではちょっと光り輝いて見えちゃったかなって。ああ、なるほど。影響力のある人物として。そうですね。ライスバイ、俺意外とトップガンマーベルのハングマンかな。考えましたよ。もちろん。もちろんかな、ハングマン。ただ僕好みでハングマンも好きなんだけど、この最初から最後まで好きたらエンジェルドレスかなと。確かにな。はい。これはノートかな。いきますか。エンジェルドレスさん。エンジェルドレスさん、じゃあ。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあ続きまして、明けたいがですね。明けたいがいます。はい、明けたいがいきましょう。明けたいがは、僕はもうこれしかない、ベルファスト。あー、そうか。長谷川さん結構泣いたんだもんね。泣いた、本当に泣いた。いや、去年あんま泣いてる映画なくてですね、まあ、10本ぐらいしかなくて、まあ、どっちか選べって言われたら、うん、コーダかなっていう。あー、コーダはこの映画泣いたかな。いやこれコーダじゃない。結構ね、ある演出があるんだけど、うん、あれはやっぱその映画館と暗闇で、いろんな人とこう体験するからいいっていうのもあります。コーダはね、予告の段階から稲田さん、アルペジアと支配人のだいぶふざけてらっしゃいましたけど、でも予告、相方もめっちゃ泣きそうになっちゃったの、予告で。あ、これはやばいなと思いながら。コーダかな。これコーダでしょ。最優秀号泣賞はやっぱりコーダ。はい、コーダ。他にたくさん飲んでみたいと思います。投資キャラ部門、竹澤さん何でしょうか。はい、こちらのピックのデイビッド・ネルです。ああ、なん、どういうキャラですか。こちらはですね、はい、ニコラス・ケイジにずっと説教されるシェフ。怒られちゃう。ずっと怒られますね。まあ、本当それでいいのかってずっと言われてる。偉くなったんですけれども、まあ、本当魂売ってんだろみたいな。そこまで言われちゃう。ずっとこう笑顔なんですけど、笑顔じゃないって俺たちは分かるわけですよね。ずっと笑って目が笑ってないってやつ。そうですそうです。もうずっと笑顔が張り付いてて、ニコラス・ケイジが彼に言ってるんだけど、ニコラス・ケイジの言ってる言葉が見てるやつ全員刺さってる。それを彼が今ここで浴びてるんだなって。愛おしいな。しかもその前に生きった変な料理持ってめちゃめちゃいい地位にいて、でニコラス・ケイジがもう全然地べた這いまってるようなやつなんだけど、もう本心をついてることしか言わないんで、刺さってるわけだ、その人には。そうなんですよ。でそれが観客にも刺さってるから、俺じゃんと、俺の話だ、彼は俺だみたいな、俺にもなってしまう。愛おしいね。愛おしい。もう辛い。いや、ほんとちょっとしか出ないんだけど。そうですね。ちょっとしか出ないっていうんで、僕も似てると思います。はい、僕はちょっと思い出しただけのタクシーの運転手です。あの空気読んで外に出てタバコ吸う運転手。あ、よかった。なんか、すごく印象的なんですよ。確かに。名もなき。あのおっさん一瞬だけど確かに持ってったね。ああ、よかった。よかったですね。で、こう、やっぱタクシーの運転手さんとの出会いって、まさしくそうじゃないですか。なそのたまたまね、そこにいたタクシー止めて乗るとかっていう出会い方じゃないですか、知り合いでもない限り。でその一瞬との出会いでも時間なんてね、タクシー乗ってる時間が限られてますから、一瞬の出会いでもう その後もう二度と出会うことがないかもしれないような人っていう、なんかその 貴重性というか。あでもそれ言うとね、タクシー運転手で俺もすごいいい人もう一人いて、窓辺に出てきた面白たっちゃんっていうタクシー運転手さんがいて、でまあ稲垣吾郎が乗ってて、まあ、一人でベラベラ喋る運転手なんですけど、まあ、俺は馬やらないんだよ、走らされてる馬を見るときついんだよねみたいなこと言ったり、俺はパチンコだけなの、パチンコは時間とお金使うでしょ、あんな贅沢ないみたいなことをいろいろ稲垣吾郎に言う、ものすごいいいキャラクターで、なるほど。いや、タクシー運ちゃんっていいですよね。なんすかね、スパイスというか、なるほどね。確かに。いい映画にはいいタクシー運転手がって思うぐらい。確かに、愛おしいキャラは、タクシーの運ちゃん良かったかも。好きだった。ちょっと思い出すかも。よかった。よかったわ。じゃあ、優秀、愛おしいキャラ賞は、ちょっと思い出しただけの、運ちゃんちますかね。タクシーの運転手さん。ありがとうございます。あんなタクシー乗りたいですもんね。あのおじさんね、運転していただきたい。行きだよね。はい。じゃあ、続いて、スカットシーンですか。はい、スカットシーンですね。スカットシーン、僕これ簡単なんで、行きます。これもシン・ウルトラマンの、ネロンガへのファーストスペシウム光線。あれがね、確かに。ほんと、こっからのってね、こう行く。あれがね、安藤さんがこういうモチベーションでやってるっていう。そう。あれ見ると、なんか、ますます愛おしいシーンになる。なんかこう行くで。こういく確かに60過ぎたおっさんがやってると思ってた
ちょっと勢い、肩からの、あの、そうそう、反動をつけています。はい、最高。あれはこだわりだったんだろうなと思うと、ね、確かに、うん、深く気持ちがいいっていう、あの、ビューンって出て気持ちよさありましたね、うん、超気持ちいいです、あれは。じゃあ武さんスカット。スカットシーンが全然思いつかなくて、うん、まあ、唯一思い浮かんだのが、はい、あの X のマキシーンがハワードおじいさんを引き殺すシーン。あー、X か。メロンみたいな感じになってバタンってあの車でバンって引かれて、うん、顔を踏み潰されて死ぬんですけど、はい、あともラストシーンに近いとか、ね、そうです、うん、それの描写が本当にあのメロンみたいなやつを踏んだぐらいのパーンだったんで、B級ホラーならではのスカッとしたスマホのシーンですよね。 B 級ホラーに作ってるのに重厚に取られてたりするから、ちょっとそのバランスも良くて、最終的にはパーンだったんで、うん、見せパン、脳みそパン的な感じですね。待ってました、待ってました、待ってました、お約束、うん、そうですよ、分かってるからこそどう来るんだっていうね。そうですよ、うん、それが一番良かった。ちょっとパンって引いて、パンってパンって、まっすぐ、これはこうなかなか全然違う意味で、スカットがこんな違うのかっていうか違うんですけど、確かにスケールも何もかも。でもエッグの方スカットしたかな。じゃあ2票ということで、じゃあ X しますか。はい、X の、X の、はい、X の GG が光るし、GG が光る、不謹慎極まりないんですけど、ラジーショー的な最低賞もあるんですよ。ラジーショーですね、まあ、本当クイック、クイックきます、まあ、ある意味でも権威ですから、まあ、そうです、中途半端なつまんない映画には送られない。印象に残ってる。あ、ワーストショー、はい、ジュラシックワールド新たなる支配。ああ、素晴らしい。俺もそうですね。いや、あの、あ、残念でした。あ、でも印象に残ってました。いや、ただそうか、つまんなくて話が盛り上がったっていう意味ではやっぱり、うん、もうちゃんと素晴らしいじゃない。だって2回分撮りましたからね。確かに反省会やりました、反省会やっちゃいましたからね。こちらはですね、麺、同じ顔の男たち。おー、最近の映画だ。最近の映画で気になってた。予告がすごく面白そうでした。あれ何なの？あっていう。あれはトンネルでですね、うん、あの女の人が現れて、あ、女の人が来て。主人公だ、主人公。そうそう、トンネルじゃんっつって、あっって言ったら、あっって返ってきて、それに自分の反響に自分のその声をどんどん乗せてって、音楽みたいにしてたら、ここで人影が見えて、怖いっつって。逃げていくシーンがっていうシーンがあるんだ、印象的なシーンがあるんだ。T4 集がすごい。ああ、そういうことか。はい、いや本当にその、まあ、映画って考え、こちら見る側も考えたりするじゃないですか、うん、なんかその展示の仕方が、はい、そのあまりにも物語とかけ離れてるっていうか、うん、そのメタファーがすごい、メタファーですってメタファー出される、考えてねってことですか。そう、あとそっちで考えてねっていうのが強すぎて、うんうん、あ、これはきっとあの教養がある人しか見ちゃいけないんだなって思いながら、まあ、アンビュランスとか言ってる場合じゃないと思う。難しいはずない、うん、あ、ドーンじゃないですか。そうそうそう、もうずっとイライラする、その見てる最初もイライラしますし、うん、そのしばらく引きずって、うん、だからもうしばらく、あ、面のことしかもう考えられないっていうか、うん、だから結果いい映画だったのかもなっても思いました、はいはいはい、本当に嫌いですね。本当に嫌い、本当に嫌いです。竹田さんの場合はそのワーストの嫌いという意味です。嫌いです。僕は残念という、その嫌いとかもね、がっかりとか半端ないという。確かに。どっちがいいのかな。若干の愛おしさも感じるんだよね。愛おしさ、まあ、愛おしさをがあるっていう意味でもちょっと賞をあげたいなっていう。確かに。そう。ジュラシックワールドかな。はい。新たなる支配者に、じゃあ今年のワースト大賞。バカだったのかっていう。主要部門に。いやー、これね、ちょっとあの僕ちょっと謝らせてもらっていいですか。うん、僕ね、主演女優と。あの助演女優を逆に書いてる。あ、通りでさっき。まあでもいいです、いいです。もう僕の中ではもう間違えるぐらい、はい。はい、それがいる森の北見恵里、松本穂香さん。確かに良かったよな。松本穂香さんが最高なんです。良かった。顔。化け物。顔をみんなのひんむいた。まさかそうですね。すごいいい顔してる。浮いてる、松本のから森に浮いてる、浮いてる、なんかね、浮いちゃってて、で、あのすごい人間味のある先生でですね、なんか結構長いものに巻かれるし、でもいそうな先生、うん、っていうかね、いい意味でも悪い意味でも、はい、っていう感じなんだけど、でもそういう人だからこそ感情移入できるし、あの、リア、本当あの人がいるから生身の人間と我々があそこにいるような気持ちにさせてくれたと、うん、
いう意味では松本ほのかがいなかったらどうなったんだろうと思ったら、そうなんですよ、松本ほのかいなかったらあの映画大丈夫かなって。松本ほのかのあのね、あの山でユージ君を探すシーンの、ユージ君、ユージ君ってあの気の抜けた声もよかった、ユージ君、ユージ君でももうなんかリアルそういうことをしてるこれはだってね、リアルなね、本当に人を探すときさ、一般の方がですよ、ユージ君、ユージ君なんてしない、確かにね、ユージ君、自分の中でもね、でも探すから、ユージ君、ユージ君ってなると思うんですよ。そうですよね。なんかその、そこまで見越してるのかわかんないですけど、とにかく素晴らしかった。そうね、エリアもここ最後してもよかったですね、とか。そうそう。なんとかしようとしてる。人力でなんとかしようとしてる。でも、人必死になったらそうなるかもしれない。いや、無理じゃんっていうことしちゃうけどさ。確かに。あの、OK よね。手でこう、もうどうしようもなかったでしょ、ね。あの映画は全然ハマらなかったんですけど、あの余命10年の小松菜奈さん。おー、面白い。映画は全然ハマらなかったですね。そういうこと、でも、みんなで作品を、あの、ちゃんといいものを作るぞっていうのが伝わってきて、小松菜奈さんの演技は本当素晴らしいから。まあ、皆さんもそうです。小松菜奈ムービー。はい。いや、もうめちゃめちゃ良かったですね。まあ、どうなるか物語も分かってるんですけど、まあ、それにしてみんな良かったんですよね。確かにね、演技っていうことに関しては、こわっちゃんはいいよね。よかったですね。そう、あんな演技できるんだなって。あと僕は昨日の君とデートする。ちょっとそこで似たような映画多い。今気づいちゃったけど。今気づいちゃったけど。そんなことはない。あれ、こわっちゃんと。私見てから言っていただきたい。確かに。こわっちゃん同じちゃう。そしたら余命10年のあの演技も名付けるっていうか。こわっちゃんに送りたいですね。松田さん。あ、そうですね。主演感もあるしね。じゃあ確かに。じゃあ私は主演女優賞も。松田さん。松田奈々さんにいちゃう。松田奈々さん。主演男優賞。あ、次に行きましたね。はい。主演男優賞は、私います。トム・クルーズ。ああ、まあ確かに。ピート・ミッチェル。怪物大佐ね、まあマーヴェリックです。他にいないもんかなとかと思ったけど、ちょっと抜きに出すぎてるかなと思ってですね。確かに。トム・クルーズのやっぱありきみたいなところもやっぱ彼の俳優人生もやっぱり映画に投影されてる感じがするもんね。2022年のハリウッドの顔だったんじゃないかなと思うけど、トム・クルーズが。世界中やっぱりみんななんだかんだトム好きだなっていうのが。好きなんですよ。なんか。あの来日した時のね、ファンサービスもやっぱりすごいですね。ずっと笑顔でね。ずっと笑顔で、完璧だなみたいな。主演男優賞ですね。あのピックのニコラス・ケイジ。ああ、ニコラス・ケイジ。それこそ今までニコラス・ケイジがニコラス・ケイジ前として120%ニコラス・ケイジでどの映画にも存在したんですけど、ニコラス・ケイジ感をね、消してるんですよ。今回、あ、そうか、オスカー・アイユーだったなっていうのがもともと演技派である。あ、ここに来てこんなにいい演技されると、あんないい演技できるのに自分からやっぱり好んでああいう変な映画、これ本当に自分が好きだからああいう、そうですね、そこがやっぱいいよね。そうね、迷いますね。難しい。だからそのなかなかやっぱりトム・クルーズがちょっとやっぱり、トムにはちょっと、だって還暦近くであれやってるってやっぱり、ね、いやね、トムしかできないんじゃないかなと思いましたね。そうですね。じゃあ私の主演男優賞は、はい、トム・クルーズ、トム・さんおめでとうございます。名誉ある。トム・クルーズとコマスなのってことか。すごいだからすごいですね。映画しかできない、はい、ね、で主演男優賞ストーンブレイカー。何でもあり、何でもあり。じゃあついに監督賞。そう、じゃあ監督賞、監督賞か。まあ、私がもし選ぶんであれば、はい、中田秀夫監督かな。中田秀夫監督、それがいる森です。なるほど。いや、興味こんなん、え、マジで撮るのっていう。確かにそうですね。でもあれはでもなんかここまでこう面白いかなにこびりついてるってことは、うん、やっぱり中田秀夫監督の手腕なんじゃないかなってのちょっとやっぱり思います。本当にあの自分が撮りたいものを撮ったんでしょうね。ホラーの権威ですからね。あれはでもすごい、すごい。ケネス・ブラナですね、ベルファスト。ああ、そうです。ああ、確かに。はい。これはもう、ケネス・ブラナさん、ありがとうございますというベルファストですから、ケネス・ブラナ。でも言うことなんですけど、ケネス・ブラナは、あ、本当になんか映画少年だったんだなっていう、映画が好きなんだなっていうのがすごいやっぱり好きだな。ケネス・ブラナになるんだなっていうのが、なんかこう見えるという、成長がね。マイケル・ベイですね。ああ、確かに。マイケル・ベイ、もうマイケル・ベイ考えられない。マイケル・ベイ。
出てる俳優さんより監督の名前の方が主張強くてマイケル・ベイぐらいしかいないですよ。マイケル・ベイだから見に行ってるから確かに。マイケル・ベイ監督作品ですもう慣れてると関係ない。ジェイク・ギレンホールよりでかいからね。ケネス・ブラナーとマイケル・ベイ並べてる秋田レイマ大賞監督賞はマイケル・ベイさん。ベイさんありがとうございます。取るたびに受賞する可能性はあるけど最優秀作品賞これはもう決まったんだ。これはもうだってね、はい、ちょっとなんか発表してるようなもんですから、はい、じゃあ私が言います。はい、はい、もうトップガンマーヴェリック、あ絶対的に、はい、もういやまあ超えないだろうなと思ったんですけどやっぱり超えなかったですね。すでにないのたくさんあったんですけど、いや俺もやっぱトップガンマーヴェリックかな、うん、そうですね。自分ふざけてアンビラスではふざけてないですけど、はい、アンビラスを1位したんですけど、はい、やっぱマーヴェリックを。でもあのトップガンマーヴェリック何がすごいって、まあ、秋田で映画的に言わせてもらうと、ね、おっさんがおっさんの話をしてるしかしてることでしかないのに、なのにあんなに再生数いったってことはやっぱりすごい映画なんだ。みんな気になってる。ドライブ・マイ・カーより強いっていう、我々にとってはやっぱり大事な一本だったんじゃないかな、ね、2022年ベストムービーですね。秋田で映画的ベストムービートップガンマーヴェリック満場一致でございます。おめでとうございます。そういうところでございましてね、ようやく2022年の仕事が終わったというかようやく仕事を収め、またいじゃってますけど、遅いよな、といったところでございます。2023年もいろんな映画を見ていきたいと思います。秋田で映画でした。ありがとうございました。